工事はもうがっかりだぜ。まずはセリーグ、グリフィン戦しましょう。続いてパリーグ、ヨーカは選手昇格となりました。古市くん絶対に這い上がってくるんだよ。ウォーカーさんも必ず乗り越えてくれると信じてる岩井を帰り、リッチーも頑張れ。雪や、ヨーカはさん。ヨーカは、今更感じあるな。ライオンズ入れ替えのタイミング下手すぎない？リチャードはいらんて柳町か正木をあげんかい。杉沢くん、頑張れよ。時代派山氏はどうしたん？うわ、マジでこのタイミングでヨーカはあげてた。山田さん、おりっこで楽しみにしてたのに。待望論ヨーカはが昇格である。ヨーカはと雪や死ぬ。阪神タイガースやんけ。石垣昇格してるやん。あ、そういう感じね。抹消ヤフーレか昨日のピッチングでサイスニード抹消するかと思ってた。石垣、なんとなく、最後、泣きがする。せっかく良い勝ち方しているのに抹消はどうかと思うけどな。予定通りとはいえ、勝ってるヤフーレより今年は自分勝手な投球ばかりしているサイスニードを優先させるのはほぐせない。あら、松葉は松田で登板か。ただガッキードを使うん。完封した翌日に抹消ってなかなかないケースだけど、外国人選手枠を考えるとってことですね。なんでヤフーレを落としたんだ？日程の都合かな？ご視聴ありがとうございました。